はいどうも SH スタジオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2023年10月発売予定のガチャガチャパート1を皆さんと一緒に共有していきたいと思います。まずはこちら食品系ガチャガチャを見ていきましょう。 J ドリームパック入りお寿司マスコット BC1 回400円のガチャガチャです。 J ドリームさんお得意のこのパックシリーズ、今回ねお寿司ですね。いつもはね結構お刺身系多く出してたと思うんですけども、これプニプニしてめっちゃ気持ちいいんですよね。値段がねやっぱねちょっと上がっちゃったのが気になるんですけども、見つけたらねちょっと回していきたいなと思います。続いても J ドリームミニチュア日本茶セット1回400円のガチャガチャです。これもすごい細かい仕事してますね。これねなんかおにぎりとかついてるのがいいなあ。でも急須もいいですね。これなかなか面白いガチャガチャです。1回400円のガチャガチャなんでね、まあでもいろいろついてるんで一つずつね見るのが楽しみですね。はい、続いてはトイズスピリッツ本当に作れるカップ味噌汁マスコットおかわり1回300円のガチャガチャです。このシリーズもね何個か出てますね。スープ系が出てたりとか、もちろんね前回このカップ味噌汁の第1弾出てましたけど、今回は第2弾ということですね。中身もね開けられてちょっとこうスライムっぽいんですかね、トロトロした感じの実際にこう作ってるような感覚が味わえるガチャガチャ、まだ SH さんね開けたことがないんで次ね見つけたら回していこうかなと思います。はい、続いてもトイズスピリッツ超リアルケース入りザ・珍味マスコット2 1回300円のガチャガチャです。これもめちゃくちゃおすすめです。ちなみに第1弾はね去年の12月ぐらいに SH さんの動画でも出してるんですけど、その時はねイカが当たりましたあれなんだっけ、スルメイカみたいのがね確か当たった気がするんですけど、めちゃくちゃリアルです。このねケースも懐かしいんでね、見た感じ映え映えですね。おすすめです。はい、続いてもトイズスピリッツ超リアル箱入りスイーツドーナツマスコット2 1回400円のガチャガチャです。お、2っていうことはね1もあったってことなんでしょうけども、いやー SH さん1回してないですね。いやーでもこれすごくない？めちゃめちゃ細かいですね。一個一個がねカラフルで一つ一つなんか取れそうですね。ドーナツ最近食べてないな、なんか食べたくなっちゃいますね。はい、続いてはシャイング岩高の面白消しゴムお寿司消しゴム1回100円のガチャガチャです。100円ですよ、100円、めちゃくちゃ安いですね。でもさ岩高さんやっぱりねなんかこう文房具のイメージありますよね。ジュース系のね消しゴムのあのよく出てましたけども、今回はお寿司シリーズということでこれも楽しみです。全13種類もあるんでね、皆さんたくさん回していろいろちょっと集めてみてはいかがでしょうか。はい、続きましてレインボーまるで本物リアルフードヘアクリップ1回200円のガチャガチャです。あ、これもめちゃくちゃ可愛いね。目玉焼きとかさ、ちょっとポテチはさなんかよくありそうな感じしますけど、ブレッツェルとかも昆布とかもこれつけてたらおーって振り向いちゃいますよね。しかも1回200円なんで割とリーズナブルで回せます。はい、続いてはトイズスピリッツむにゅむにゅおでんの具マスコット1回300円のガチャガチャです。このシリーズはちょっと見たことないですね。トイスピさん結構こういうパッケージ系ねいっぱい出してるんですけど、おでんはね初めてじゃないですかね。よくあのコンビニとかに置いてあるさおでんのさこの機械みたいのにね入ってんのはね結構出てたりするんですけど、パック入りはね初めてだと思います。中身出したいですねこれね。卵とかちょっと楽しみです。はい、続いてはウルトラニュープランニングカバヤタフグミ弾力マスコットボリューム11回300円のガチャガチャです。SH さんも結構グミ好きなんですけど、中でもこういうねハード系のグミ大好きですね。これも何個かね回して中身見てみたいですね。どんな感じになってるのか、色とかついてるのかも気になりますね。はい、続きましてトイズスピリッツ縁起物ミニチュア千歳飴マスコット1回300円のガチャガチャです。七五三の季節になってきましたね。これさ千歳飴ってまあ確かにね昔からありますけども、結構みんな全部食べきるのかな、それがちょっと心配です。結構大きいですからね。いやでもね美味しいです。美味しい記憶がありますね。まあ記憶が昔すぎてね、実際これちょっとどんな感じだったのかガチャガチャでねちょっと見ていきたいなと思います。
はい、続きましてバラエティ系のガチャガチャを見ていきましょう。まずこちら、トイズキャビン電車の発車ベルスイッチコレクション2、1回500円のガチャガチャです。過去にもね、何個か出てたと思うんですけども、1回も SH さん回したことがないんで、これすごいまた興味があるんですけど、鉄腕アトムとかもあんのね。ちゃんとね、本当に使われてるメロディーが流れるっぽいです。これは楽しみですね。続きまして、ビームチャレンジなぞなぞブック全5巻1回200円のガチャガチャです。なぞなぞ懐かしいな。全然最近ね、縁がないんですけども、久しぶりにちょっとね見てみたいですね。まあ1回200円なんでね、手軽に回せるなぞなぞブック楽しみですね。続きまして、ビームやみつき無限玉1回200円のガチャガチャです。何無限玉って、めちゃくちゃ気になる。もともとは球体っぽいですね。握るといろんな形に変わるっぽい。まあスライムとはまたちょっと違うんですかね。これは絶対回していきたいと思います。続きまして、シャイングミニクレーンゲーム21回400円のガチャガチャです。遊べる系のガチャガチャも面白いですね。クレーンゲーム、どこまでクオリティがね再現されているのか、実際に握って落とすこともできるんでしょうか。これもねちょっと見てみたいですね。続きまして、ソータ合唱コンクールの音楽21回500円のガチャガチャです。これ素晴らしいです。生で聞きたいですね、合唱コンクール。ちょっと大人になってから聞くとね、多分泣いちゃいますね。今回全4種類であの名曲が入ってるということでね、これもね回してちょっとゆっくり聞いてみたいと思います。続いてはトイズスピリッツダイキャスト製ヤリとナギナタマスコット1回500円のガチャガチャです。かなりコアな商品ですねこれ。でもね、ダイキャスト製ということでかなりリアルなんじゃないですかね。なかなかヤリとねナギナタをねこうまじまじ見ることはないと思うんですけど、結構こうフィギュアとかにね持たせたらかっこいいんじゃないでしょうか。いや、ちょっと気になりますね。続いてはエールスクラッチサウンドターンテーブル1回400円のガチャガチャです。スクラッチすると各種違う音が鳴るということでね、これも楽しみですね。もう家で DJ 気分ですよ。チェケ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 とね、ああもう鳴らしまくりですね。いや、これすげえ気になる。ちゃんと DJ の方がちょっと監修してるっぽくて、なかなか良さそうですね。はい、続いては福屋ゴリラックスサウナロッカーキー1回300円のガチャガチャです。最近ね、銭湯とかねサウナとかのガチャガチャ結構多いと思うんですけども、あ、またねサウナ系かと皆さん思いですけども、こちらね見てください、ゴリラックスですから、ちょっとキャラクター系入ってますよ。このゴリラックスなかなか可愛いですね。やっぱりね、このレトロな感じがね、なんだかんだ言って可愛いんですよね。これは見つけたら回してみたいと思います。続きまして、ホットラインルージュマスコット BC21 回300円のガチャガチャです。この第1弾もね結構人気で、いろんなね YouTuber の人が回してたの見たんですけど、 SH さんね回しそびれちゃったんですよね。なんか見た感じめちゃくちゃ良さそうだったんで、これは見つけたらね回していきたいと思います。ちゃんとくるくるこう回転させるとルージュが出てくる仕様になってますんで、ちょっと楽しみですね。はい、続いてはトイズスピリッツ本当に使えるミニチュア撮影機材マスコット21回500円のガチャガチャです。これもね前回出てましたけど、やっぱ好評だったんですね。面白いもんね、こういうセットでさ集めることってなかなかないですからね。でもこれ一つだけっていうよりはね、いくつか集めてこの雰囲気作ってみたいですね。このグリーンバックのね背景3色セット、これ欲しいですね。はい、続いてはアニマル&キャラクター系を見ていきましょう。まずこちら、ソータモンチッチマスコットキーチェーン21回400円のガチャガチャです。もう昭和の大スターですよ、大御所レジェンドね。全くね SH さん絡んでないんですけども、今回ガチャガチャとして登場してきました。あれでも画像とさ、ちょっとキャラクターが全くなんか似ても似つかないとか言っちゃいけないのかな。でも可愛らしい、いろんなポーズがあってバッグとかにつけるとなんか可愛いんじゃないかなと思います。はい、続いては HMA 俺今日から帰る1回300円のガチャガチャです。なにこれ、めっちゃ可愛い。カエル好きの SH さんにはたまらないですね。でもよく見ないとね、ちょっとポーズの変化なかなか気づきにくいですね。あ、待ってください、エディ、トム、ジョン、誰って感じですけどね。これはねちょっと気になりますね。続きまして、スタンドストーンズアニマルアトラクション飛び箱猫1回300円のガチャガチャです。飛ぶよね、猫だから飛んじゃうよね。
猫ちゃんもさすげえ気になるけど、この飛び箱のクオリティですよ。これ何個か集めるとちゃんと集まるのか、あ違います、ちゃんとね1段から5段までのものも入ってるということで、これは楽しみですね。回したいです。はい、続きましてブライトリンク崖っぷちにゃんこぶら下がりチャックチャーム1回300円のガチャガチャです。たまにこういうの見ますよね、野良猫塀にさ捕まってるところ、まあ、一瞬でね登りきっちゃうんですけども、いや顔やばいっすねめちゃくちゃ可愛い。あ、この中だったらミケが可愛いな、ミケ猫好きなんでね、これも楽しみですね。続きましてエール、こう見えて寒がりなんです、1回300円のガチャガチャです。いや寒い時は寒いですよね、この動物たちも。いやでも結構ぬくぬくして可愛い顔してますね。こたつはね色違いですね、なんかせっかくだったらシークレットとかでねこたつじゃなくてこう暖炉に当たってるとか、そういうのもねちょっと欲しいかなと思っちゃいました。はい、続きましてハート1カメレマスコットボールチェーン1回200円のガチャガチャです。カメとカヌレが融合しちゃったということで、いいですね。いや今回ね色違いだけなんで、これどれ当たっても当たりですかね。あとはまあ好きな色がね当たるまで皆さん狙って回してみてはいかがでしょうか。1回200円なんで割とリーズナブルになってます。はい、続きましてクオリア野生のエビフライたち2 1回400円のガチャガチャです。こちらもね過去に出てきた人気作品の続編になります。めちゃくちゃ可愛いですね、ナスのフライの格好よ、これすごいいいですねこれ欲しい。もちろんエビフライもいいんですけども、その他のね野菜たちもめちゃくちゃ可愛いんで、これもどれ当たってもいいかなと思います。 SH さんはこのナスをちょっと狙っていきたいなと思います。はい、続いてもクオリア餃子マスコットフィギュア2 1回300円のガチャガチャです。こちらも人気ガチャの続編になりますね。これ第1弾回しましたけど、リアルな餃子に舌が可愛いね人間の形しててめちゃくちゃいいですよ、これはおすすめです。今回体育座りの手羽餃子、このねこんがり焼けた感じ、これはちょっと狙っていきたいですね。ほんとどれ当たってもこれも当たりでございます。さあ、そしていよいよ最後になりました、ベネリックうずらエッグ1回300円のガチャガチャです。いや食品系に入れようかなと思ったんですけども、まあうずらちゃんですから立派なアニマルでございます。今回6種類ということでね、まあいろんな形があるのかなと思ったらね、なんか割れてたりとか金の卵だったり、なんならアースってこう地球ですからね、うずら関係ねえじゃんっていう形になっちゃったんですけどまあちょっとシークレット的な部分でアースもね面白いかなと思うんですが、やっぱりねノーマルのうずらの卵、この辺狙っていきたいなと思います。はい、ということで今回は10月発売予定のガチャガチャパート1を皆さんと一緒に共有させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。開封動画もねどんどんね開けて、アップしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。